というところも課題ではないでしょうか。そうですね、まあ、やはりセカンドチャンスをチームとして増やすというのは一つ大きい部分になると思いますね。はい、3円ビッグプレー出ましたということになります。その分5番の川島の奮闘を期待したいところです。さあ川島ボール渡った、スリーポイント狙ってくる、来ました、はい、いいですね。今のも鈴木選手からの素晴らしいアシストでしたね。日本代表メンバーとしてですね、長年こうチームを引っ張ってきたんですが、ワールドカップには直前のメンバー選考が外れてしまったという悔しさがあります。さあ逆に3円残り5秒切っています。ここはドジャーが行くか、ドジャーが行くか、決まっています。いやこれは素晴らしいプレーが出てしまいましたね。終了間際に決めた、ね、今度は島根。さあここから得点をなんとか縮めていきたい。カーターリングした、決まっています。いいですね、カーター選手、ドジャー選手に対して B1 に昇格した瞬間はもうコート上で号泣していました。今度はこの B1 残留で喜びを味わってほしいという北川選手です。さあここはロバート・カーター、ここはカーター選手の素晴らしいバスケットカウント出ましたね、はい、ロバート・ドジャーとのマッチアップですね。このドライビングがコースまで入られたとき、うん、ビハインドを背負ってしまうと、うん、勝ち星取った試合がないので、はい、やはりこのクォーターもリードして終わりたいですね。さあ島根、まずはロバート・ドリアン・クエリーですね。先ほどはクエリー選手が同じプレーで同じ形で得点したんですが、逆に次は山下選手が行くことでマークを外しましたね。川島からドジャーに渡った、ここはうまく決めてきました。逆にフレッシュさを出して足使っていいですね。ここは2本目のスチール、ここはバックサイドパスからクエリのダンク。いや素晴らしいアシスト出ましたね。島のリードが広がっています。このスチールですね、いいですね。山にしつこくマーク、そしてこのバックサイドパスからの、これは素晴らしいアシストでしたね。あります、中のクエリを使うのか、北川か、神里乗っている、北川のスリー、来ました。島根の勢いが加速というところが必要ですね。そうですね、はい、分かるのでアジャスト早いと思いますね。うん、そこからしっかりとこの大学バスケ界のスター選手が、さあ能見自分で行くか、さあパスを選択、佐藤のスリーポイント来ました。能見選手の素晴らしいアジャストから佐藤選手、はい、しっかりと決めてきましたね、はい、特別指定選手 B リーグデビューを飾った能見。佐藤からのパス、クエリ、これが決まっています。佐藤選手素晴らしいプレーでしたね。鈴木がさあアウトサイド見ていた寺園、寺園と鈴木が共に出場して、いいフローターですね。寺園が決めてきました。はい、力打っていくか、いやもう一度戻した、さあ上里中に通した、クエリです。これも素晴らしいバズパスですね。要するしかないというのは分かっていると思いますね。そこを冷静に、まあ、島根はあのディフェンスしているという状況でもありますよね。そうですね、はい、来ました、後藤、素晴らしいダブルクラッチでしたね。一方の島根、さあ能見トングを選びました、まあ、これは最後ノーカウントという、新レフリーの判定でしたが、まあ、素晴らしいプレーでしたね、はい。